皆さん、本日はご覧いただきましてありがとうございます。監督の松尾です。こんないい劇場で、やったことないですね。ないので、実は2014年に作ったんですが、その作った直後にいろいろと懐具合とかいろいろしようとしまして、今年新しい映画作って、その時に一緒に初めて、一般にお披露目した感じなので、今日は、嬉しいです。ありがとうございます。皆様ご覧いただきありがとうございます。こんな大きいスクリーンで、今日拝見することができて、私もとても、嬉しいです。そして怖い映画祭、純粋に楽しんでおります。今日はありがとうございます。真弓役の太田恵です。撮影を担当しました倉原と申します。横川ですかね、シネマ、大変素敵なところで、こういうところで本当に上映されてるっていうのは、音響もすごく良くて、久しぶりに見た、映像ですけれども、なんかこう来るものがありました。はい、今日はありがとうございます。じゃあちょっと MC やります今日怖い映画祭っていうことですけど、監督どうですか？なんかホラーとかもありつつ、サスペンスありつつ。いや、面白いですね。テーマが一つっていうのはとても分かりやすくて、もちろんそこのアプローチの仕方いっぱいあるんですが、間口が一つなんで、こっちも分かりやすく入りやすいんで、こういうのいい映画祭だなと思いました。私もなんか目閉じて、でも見たいみたいな感じで隙間からね、ちょっと見てたりとかして、あと純粋になんですけど、これ普通に質問なんですけど、最後河原でもう追っかけっこしてギャーって叫んでたじゃないですか。あれって私直接聞いたことないんですけど、どうだ、なんか皆さん周りの住人からなんか普通にただ事じゃないと思って警察呼ばれたりしなかったのかなって、ちょっと見ながら。道路許可は、河原の土手の方でやりましたから。なるほど。じゃあなんか撮影やってるのねっていう名前から。いや、誰もいなかったです。誰もいなかったです。でも通り魔がいたんですよね。そうですね。なんかその日通り魔が出て、あとで噂になったみたいな。いや撮影の途中通り魔のためにヘリコプターがずっと上飛んでて、怖っ怖くないですか？ちょうど土手で、あの日。そうです、あの日にそれ本当の話ですか？本当の話です。なんでヘリコプターこんないっぱい飛んでんだろうって言って、でもうヘリコプターが飛んでない時を狙って叫んで叫んでそんな中、ナイフを持って追いかけ回そういえば2人いた同じ日に同じタイミングで、それはそれで怖かったですねいや、嵐日に行ってっていう、ちょっと仮名を振らないと読めないようなタイトルですけども、僕も最初はあれ本もらったときに、なんだこりゃっていう感じだったんですけれども、多分お客さん皆さん疑問に思ってると思うんです。あのタイトルなんだっていうのをちょっと説明していただいて多分皆さんそんなに感じてはいないと思うんですが、こう不思議な日というか、なんかちょっと違和感のある日っていうのが あったりなんかして、例えば 0.2% しか当たらない、 2% だっけな、当たらない自動販売機が当たった日、めったに会わない4人が一堂に会する日があって、で別れたのにみんなの気持ちが一つになって、また一つの集まる日があって、そんな偶然と偶然が重なって、なんかとっても変な日にまたとっても変なことが起きるっていう、そういうニュアンスを込めてるんです。本当はね、天変地異とかそういうの見れなかったんですが、氷が降るとか、パッケになっちゃったんで、こんな風になりました。怖いという観点からはどうですか？私、
か。私なんだろうな、かなみさん、主人公のかなみさん、主人公の女の人、がでも本当に真由美役なんで罪悪感はあるんですけど、あそこまで人を愛して、そして人を憎んで、で最後ああなっちゃうっていうのは、なんだろうな、なんかそのなんとなくこう分からなくもないというか、本当に人を愛したとしたらああいう風にもするかもしれない、でもそこの怖さっていうのが改めて感じましたね。まあ、勢いだったんでしょうね。突き飛ばして気絶したと思ったら、うわーって落ち込んでたら息してんじゃん。あの時にこう間が通ったというか、はい、間が刺した、そうですね、そういう感じだったんです。しかも生きてますからね、最後最後トタンがバーンって生きてるみたいな。そしてあれでしたね、襖がこう倒れた時の風のね、感じの描写がまた、あれがやりたかったんですよ、ね、そのニコーってしてるのに、あの描写の中で主人公のこう顔がどんどんこうこわばっていく、あの描写もすごいなと思いました。やりたかったんですどうですか、あと1分他の作品のじゃあ面白いですね。面白いですね。やっぱ怖いのってテーマが面白いですね。アプローチもします。またなんか、あ、こういう風にやって短編作るの面白いなと思ったんで、ちょっとやってみたいなと思いました ね。僕は個人的には座敷わらし。座敷わらしいいですね。そこにハマりました。意外に撮影が上手ですよね。少年といい作品をぜひ、いやあんな風なお話なのに、いや意外とちゃんとなんか明かりも作ってらしてうまいなと思いましたね。いや良かったですね。今個人的に大好きです。大好きですね。ちょうどいい話で終わってしまった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。足立秀手の監督をいたしました松田と申します。皆さんはじめまして、今回は、学生さんたちが、全部を、運営し取り仕切る、映画祭ということで、そういうのはもう聞いたことがなかったのでちょっと心配してたんですが、まあ大抵の地方公共団体の映画祭もすごくしっかりしだして、お話を聞くとちゃんとお金に関しても経営がちゃんとうまくいって、ぜひ次も続けてほしいと思う映画祭です。あと怖い映画祭っていう風に間口を一つにして分かりやすいコンセプトにしたのはすごくいいと思います。僕の映画は途中まで怖い映画かどうか分からないという映画だったので、怖い映画だという風な先入観で見ていただくのはすごく都合が良かったです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。足立秀にて真由美役をさせていただきました太田恵と申します。この度は広島怖い映画祭第2回ということでおめでとうございます。学生さんたちが主催されているということを本日聞きましてとても感心いたしました。第3回、第4回と、続いていくことを楽しみにしております、頑張ってください。ありがとうございました。足立秀にて、の撮影を担当しました倉原と申します。横川くわい怖いもの映画祭ですか、大変楽しく過ごさせていただきました。まあ、何より良かったと思うのは横川シネマであり、横川という街がすごく味のある街であったということです。この街で撮影がもう一回できたらいいななんてちょっと思っています。はい、来年もきっとやってくれると思いますので、たくさんのまた多くの人に来ていただきたいと思います。ありがとうございます。